ネバーセイネバー、カンガルキックボクシングを推奨する TKX です。お願いします。はい、ということです。今日はですね、コンビネーションねをやっていきたいと思います。今日はですね、一つやっていきます。で、あの右のですね、フックですね、利き手のフックから入るコンビネーションですね。で、まあなぜね、右から入るかっていうと、初心者の方でもね、やりやすいと思うんですよね。それは距離感が右のパンチの方がやっぱり距離をね、近く踏み込まないと当たらないと思うんですよね。うん、まあ相手よりも利き手の方が少しね、距離を、が短いというかね、あの踏み込まないとダメなので、しっかりと前に行けるので、コンビネーションもね、まあ、あの当たりやすくなりますよね、前に行けるってことは。うん、左のパンチからやってるとどうしても遠いんで、ね、その後の左のパンチから右のパンチとかね、結構遠く感じちゃうんですよね。だから右から入っていく、ね、コンビネーションです。はい、どんな感じかというと、前で前足から入るとなかなかね、距離が縮まらないっていう場合もありますので、ね、右から入っていく感じですね。でもちろんだからジャブとか前手を使ってから右入るって感じもいいんですよ。まあ右から入る、これからね入ることの意識によって、距離感が縮まるんで、ね、ちょっとやってみてください。でまず右のね、少しオーバーフック気味でね、打ちます、ね、で体をね、攻防一手なんで、ステップは多少外側にステップアウトして体を倒す。で、パンチをもらわないようにして、手を前に出す。で、このパンチもね、相手の前手をね、スコーンとね、殺すようなパンチ、落とすようなパンチ、ね、でいいと思います。ただ、あまり力強く振るというよりも、叩く感じで打ちます。叩く感じで打つことによって、バランスを崩さないようにね、できるんで、ね、あくまでもバランスを崩さず、ね、ここから、ね、間ね、意識、ね、斜め、上行ったんで、斜め下から、アッパー、もしくはボディ、まあ、アッパー、ロングアッパーでもいいですね。ここから踏み込んで、ここからポンとアッパー打って、ね、下からの上の意識、ね、こういう意識のところから移動して、ローキック、ね、打ちます。ね、もちろん、こっちにローキック移動してもいいですけど、まあ、ポン、ポン、ボンっていう、こういうね、コンビネーションです。ね、相手に対して、斜め、横に、しっかりと入りながら、顔を少しね、倒して、パンチを避けるような感じで、強く打つよりも、叩く感じ。ね、そこから、アッパー、ロングアッパー、ストレートアッパーですね。ストレートアッパーをやって、ね、そしてここからもっと移動して踏み込んでローキックを打ます、ね、1、2、3、ね、バッ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 。でまあ、このあの、なんだろうな、ジャブローとかね、フックローと何が違うかってところだけですよね。で、まあ、要するに右のパンチっていうのは、まあ、強いというか、まあ、こう、破壊力があるようなイメージはやっぱありますよね、強いイメージは。もちろんね、左で打つよりも、まあ、軽く打ったとしてもね、やはり腰が、皮が回る分ね、勢いはあるんで、やはり相手としてもね、この動きっていうのは、ね、こういう動きよりもちょっと怖い部分があるんで、まずここでね、1個、意識を上に持っていく、ね、そして下からね、まあ、フックでもいいですけど、下からのはよりね、意識を、離しやすいんで、アッパー、ロングアッパー打って、ね、下側、まあ、下から腕を出して、ブラインドですね。目線をね、この足まで隠す、足を隠すような感じ、ブラインド、ここから、ね、すぐ足が来るような感じで、もうここで下を向かせない、ね、下を見れないようにする、でもしくはね、重心を前に、ね、興奮させるようなイメージがありますね。
アッパーやってこうだったら前足少し体重かかるんで、そこで打っていくっていう感じですね。なのでまあポーンとまずは相手を意識させながら自分がかわすことが大事してますね。でここで前足に体重が来るように、意識する、ね、前足が体重乗っかったらここでローキックです。もし後ろに下がるようだったらここから奥足で降りていきます、ね。まあ、そこは臨機応変に変えていくことでね、またバリエーションが増えると思うんですけども、まあ、要するにここのね、高コートが大事ってことですね。ポン、ここね、ステップアウト、アッパー打ってローキック、もしくはポン、ステップアウトしてこっちからローキックね。まあミソはね、やはりこう右のパンチから入っていく、で自分がね近寄るっていうことでね、まあ初心者の方もなかなかこう最初ねコンビネーションやりも遠くなっちゃうんで、ね、遠くなっちゃうんで、ほとんどこういうね右のパンチだったり、こういうね回転系のパンチは距離が短い分ね、まあ、どうしても中に入るっていう気持ちになるんで、その分距離はね縮めてできると思いますんで、まずはねまあ初歩のコンビネーションですけども、これをねぜひ、実践でもねやってみてください。はい、というわけでですね、今日はコンビネーションね一つやってみましたけども、今後もねこういった形でまあ理論的な部分もね、残しながらも、コンビネーションをね紹介したりね、まあ、初心者の方にもね分かりやすい、楽しくできるようなね、ものをね取り入れやすいものをねやってきますんで、ぜひねまた、チャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いいたします。あとね11月8日にねセミナー、はい、静岡の TKX チームでね、セミナーがありますんで、そちらもぜひね、ご参加ください。詳しくはね概要欄にございますので、ね、そちらもぜひご覧ください。はい、あとはチャンネル登録も あとはプレミアムチャンネルですね、より上級者の方向けになりますけれども、まあ、理論編ですね、はい、まあ、その今はさっき言ったコンビネーションがなぜ入りやすいかとか、そういうところをね理論をしっかりと自分に身につけていくことで、まあ自分のねコンビネーションができる、自分で考えながら動けるっていうね、そういったところもチャンネルやってますんで、ぜひそちらもねチャンネル登録、まあ月額制なんですけども、月額490円なんで1ヶ月お弁当1個ね、コンビニのお弁当1個我慢すればなんとか大丈夫と思いますんで、ぜひねよろしくお願いいたします。はい、ということでね、また次回お会いしましょう。あ、概要欄にね、いろいろ詳しくありますので、ぜひご覧ください。はい、それではね、また次回お会いしましょう。さよなら。